皆様こんにちは、こんばんは。ビジョナチャンネルシトロエン所沢の水谷でございます。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただくお車はシトロエンベルランゴロング7人乗りのグレードはシャインというグレードのお車をご紹介させていただきます。それでは早速ですね、お車の紹介の方をしていきます。お車こちらグリープラチナムというですね、ガンメタの中に少しガンメタを基調としたお車でございまして、こちらがタイヤのサイズ情報になります。タイヤがこんな感じでブラックのタイヤをブラックホイールのタイヤを履いております。はい、こういう感じで、はい、こんな感じで、で今履いてるタイヤのメーカーはミシュランのプライマシーというタイヤを履いております。タイヤのサイズは205/60、ホイールは16インチのホイールを履いております。で7人乗りになりますと、この運転席助手席の1列目、前席独立して倒れる2列目の後ろにこういって3列目が搭載されております。5人乗りと違ってですね、上の収納であったりガラスルーフがなくなっているのが主な変更点となります。はい、で大体長さはですね、5人乗りと比べると大体30センチぐらい大きくなってるっていうのがこのベルランゴロングになります。はい、こちらですね、まだカーセンサーでも今現時点では5台しか、中古車として販売してないので非常に貴重な1台でございます。で後ろから見るとこんな感じになってまして、後ろの2席はこう取り外して、利用していただけることもできる2席でございます。倒し方はですね、ここの緑色のレバーを上に引いていただいてこのように、倒すことができ、で2ステップ目としてここのレバーを上に上げていただくと、今こんな感じで最後の1個だけがかかっている状態です。で最後はですね、ここを上に引っ張っていただくと取り外すことができます。ただご利用いただく上の注意点なんですけども、今ここついてる部分ですね、外すと非常に尖った、鉄のところが出てきますので、今こういう感じでですね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、この部分にですね傷ができてしまうので、取り外した瞬間にこのシートを裏返していただくっていうのが、ご利用いただく上での注意点かと思います。そのですね、シートの外し方を、細かく紹介してくれる動画下記概要欄に、URL 貼りますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは運転席側参ります。基本的なエンジンスペックとかは変わらないです。こんな感じで、車内今乗り込みました。走行距離423キロしかまだ走っておりません。こちらの車、弊社試乗車として活躍していたお車です。なので車検は令和8年の1月末まで乗っていただけることができます。はい、ここも変わらず大きなディスプレイと、ここで、エアコンの空調とかを調整していただき、風がすごく強いので失礼しました。でこの特徴的なシフトですね、ここも変わらずというところでございます。はい、で試乗車ですので、シミ、外装に大きな傷、ホイールの傷はございません。こちらのお車なんと今404万9000円でご案内しております。はい、こちらまだですね、今日撮影時上げたばかりのカーセンサー兼グーネットをシトロエン認定中古車サイトに掲載してまだ1日も経ってないお車でございますので、ぜひですね皆様のお問い合わせお待ちしております。はい、かっこいいですね。ベルランゴ5人乗りと比べると非常に迫力が出て動画映えするような
印象を受けております。しかしもう新しいボディカラーはかっこいいですね。今までのフレンチさあまり感じられない、とてもシックなお車でございます。こんな感じで開けます。はい、こちらのお車ぜひ気になる方いましたらお問い合わせお待ちしております。それでは。